第4試合第10回日テレジータ祭争奪ジュニアタックリーグ戦最終公式戦、勝ち点6天王大原はじめ組対勝ち点6石森泰治 ACH 組。石森選手、ここまでは暫定トップ6点で最終日を迎えました。今どんな気持ちですか？いや、もう今日はもう負けられないんで、どちらにしろ、もう勝って、ね、ACH と喜びを分かち合いたいんで、はい、必ず優勝します。笑顔の ACH 選手、フィースも飛び出しましたが、今どんなお気持ちですか？I'm excited. Very confident going into this. I believe that myself and Ishimori can take the cup today and be victorious and be a king of the universe. すごく自信がありますし、自分自身も自分自身のことも信じてるし、もちろん石森選手のことも信じてますし、絶対に優勝して、ユニバースのキングになりたいと思います。宇宙のキングになりたいと思います。ここまでリーグ石森選手と一緒に戦ってきて、そのコンビネーション、手応えはいかがですか？ So you've been competing with Ishimori so far, and how do you think of the combination with Ishimori as a team? I think it's fantastic. We have a very similar style. We both use the 450, and we are also, above everything else, we're also both big One Piece fans. So I mean, that keeps us together. That brings us together.今のところ素晴らしいと思います。2人とも450やるんですけれども、それだけじゃなくって2人ともワンピース の,、うん、大ファンですので、はい、もうそういう意味でも本当に最高 の, チームワークだと思っています。まさにこのね、大航海を旅するノアの名前、海賊となるんでしょうかね、今後ね。 So I think it's going to be a pirate to explore the oceanSay that one more time. Say that one more time. So, are you two going to be a pirate to going out for the ocean? Oh, yes, absolutely. I feel like after we capture the cup tonight, I feel like the most important thing is to go out into the sea and recover the One Piece. You can translate that. Recover the One Piece, what's that? Yes, the One Piece. That's what we're in search for. Oh! Yeah! 今日絶対に優勝して、そして大海原へと出て、そのワンピースを見つけに行く、旅に出たいと思います。Yeah. コミックスの、ね、ストーリーですけれどもね。はい、石森選手、はい、ここまでもう自信たっぷりの ACH 選手のコメントもありましたけれども、このリーグ戦ってきて、改めてそのコンビネーションというのはいかがですか？いや、もう本当に試合するたんびに、もう本当日に日に良くなっていると思いますし、自分自身もなんか彼に言った通り大海原で大航海してる気分ですごい楽しいです。450の共演はもう会場が大きく盛り上がるところでもありますが、あの技に関してはどうでしょうか？いや、もうあれに人一倍僕は思いを込めてるんで、はい、あれさえ決まれば優勝できると思います。そして石森選手、なんといっても9年前この第1回大会でパートナーこそ違いますけれども優勝しています。タイトルというものは非常に強い思いがあるんじゃないですか？そうですね、この日テレ杯のね、ジュニアタッグリーグに関しては人一倍思いは強いですし、今日は本当に優勝しか目に見えてないんで、はい、必ず優勝します。それでは最後にお一人ずつファンに対してメッセージをお願いします。まずは ACH 選手。 Do we have a comment to message to the fans? Tonight there's only one thing I can say that's very fitting for this. EXO! 今日のことに関しては、ね、この言葉しかありません。石森選手、改めて、改めてね、ACH とタッグで必ず優勝します。まずは健吾選手、最終日を勝ち点6、3チームが並ぶ状態で迎えました。今どんなお気持ちですか？まあよ、初戦よ、今2回連続タイトルマッチで負けてる原田琴樹に負けて、まあヒヤヒヤした部分はあったけど、まあようやく俺たちのよ、こう強さが示されて、そして今日も勝って、決勝戦で原田琴樹、あいつらがこのよ2回連続負けてる悔しさを晴らしたいたい。まずそのターゲットというのは石森 ACH 組ではなくて、桃の青春タッグにこうターゲットを置いているということでしょう？まずよ、
これまで2回連続タイトルマッチで負けてるので、そこにね、俺たちはこうターゲットとして置いてて、まあ初戦負けたのはすごい痛かったけど、初戦負けてからこの決勝戦勝ったらどれほどかっこいいんだよ。それをよ、俺たちがよ、このタッグリーグでよ、成し遂げてやるからな。大原選手はこの最終日どんなお気持ちで迎えましたか？そうだね、やっぱ今も言ってたけど、まあ初戦負けてね、あいつらに負けたことによって、まあベタなんだけども、今日優勝決定戦でね、また再開してリベンジして優勝って一番かっこいいと思うんだよね。一番おいしいと思うし、いやそこだよね、狙うのはね。その前にまずは石森 ACH 組との対戦ですが、この2人に対しては大原さんどんな印象を持ってますか？まあ、正直初対決のチームであるので、もちろん警戒はしてるんですけども、まあ、うちらの方がね、やっぱ長く組んでますし、実績もありますし、まあ、タッグという対戦に関して言えば僕はそんなに、まあ、問題ないんじゃないかなと思ってます。はい。注意すべき点を挙げるとすれば何かありますか？やっぱり跳躍力というんですかね、やっぱ運動神経の天性のものっていうのはね、天才的であるので、そこだけはちょっと怖いなと思います。ケヨン選手はこの石森 ACH 組に対してはどんな印象ですか？まあパッと試合を見てる感じではやはりね、身体能力はこのタッグチームの中で一番だけどよ、やはりよ、俺たちはよ、ここが違うんだよ。あんなよバカ面した二人より俺たちはよ、頭がいいんだよ。おい、俺たちはな、このタッグリーグ一番おいしいとこを持っていくからよ。そしてこの二人といえば、前々回のこのリーグの王者ですけれども、最後にこのリーグ優勝に向けての意気込みをお願いします。健吾さん。おい、さっきも言ったけどよ、初戦負けてこのリーグ優勝する、俺たちがよ一番おいしいとこ持ってくからな、てめえらクソ野郎ども、楽しみにしとけ。小原選手、必ずね、この日テレジータス杯リベンジして優勝して、これから夏秋とかけて健大原が主役になる。以上、素晴らしい戦い期待しております。ありがとうございました。この試合がリーグ戦最後の公式戦となります。勝ったチームが優勝決定戦進出。時間切れ引き分け、両チーム無得点試合の場合には引き続きこの両チームで優勝決定戦進出者決定戦を行います。7月16日から今日7月30日まで行われました真夏のジュニアタックの祭典。このジュニアタックリーグ戦、公式戦は残すところ最後1試合となりました。優勝決定戦に駒を進めるのはこの試合に勝った者のみです。さあ今、西森太一と ROH からやってきました ACH、 ロープを使ってくるりと1回転。こちらが ACH、 麦わら帽子はあのワンピースの大ファン。そして西森太一、第1回には健太と共にこのリーグ戦を制しました。初めてのタッグチームではありますが、ここまで勝ち点6、順当にその勝ち星を重ねてきました。 ACH 海賊王、いやこのノアという箱舟を乗っ取って大航海時代に終止符を打つことができるんでしょうか。この石森大治 ACH 勝ち点6に並ぶのは剣大原こと剣王大原はじめ組であります。ここまでジュニアのベルトも巻きました。そして剣大原といえば、前々回2年前のこのジュニアタッグリーグの覇者でもあります。あの優勝から剣大原の輝、その栄光の歴史が始まったと言っても過言ではありません。まずは大原、そしてその後ろ剣王が姿を見せました。剣王と大原によると、この試合ではなく次の決勝戦、桃の青春と戦うことが目標だと、もう早くも次を見据えていました。まずは大原はじめ、剣大原、後楽園ホールから大きな声援が送られます。初戦の桃の青春に敗れて始まったこのジュニアタッグリーグ戦、
ここまで勝ち点6を重ねてきた剣王大原はじめ組です。あ、そして今後楽園ホールからはノア初参戦の ACH に大きな歓声が送られます。今麦わら帽子を青コーナーにかけました。笑顔が見えています。 ACH アメリカテキサス州出身です。175センチ93キロの ACH、 まず先発は石森と、そして剣王です。失礼、大原。後楽園ホールからは大原コールが少し大きく聞かれます。今組み合った画面の右、大原が石森の腕をねじっていきます。この前の試合で原田小峠組が優勝決定戦への駒を進めています。残り1枚、勝った方が優勝決定戦。石森の素早いムーブ、スピードが上がってきた。1回転、おお、素晴らしい身のこなしから、あーっとホイップした。さらにはドロップキック、場外に落ちていった大原。さあ石森は距離を見た、距離を見て、あー、ここは剣王が待っていました。ならばと ACH が大原の元に行きますが、これは返り討ちにやっています。リングには大原が戻りました。試合の権利があるのはこの大原と、そして石森泰治です。エルボーを放っていきます。大原、この夏はノアジュニアの夏にする、そう豪語しました。この大原、ロープに巻きつけて動きが取れない石森、剣豪が自らのタオルを石森の顔に巻きつけます。石森後ろからドロップキック、精神的にもそして体力的にもダメージを与えていきます。剣大原の2人、剣王もそして大原も今回の対戦相手石森 ACH 組に対しては身体能力が非常に高いというふうに評していました。ダメージを受けた石森泰治、抱えてバックブリーカー、背中にダメージ。まず大原としては VBN でこの 石森から3カウントを取っていこう、そのために腰にダメージを与えていきます。そしてこちらが ACH、 石森とのタッグはエキサイティングだというふうに興奮しながら語っていました。さあ剣王が出てきた。 ACH に蹴りを一発、場外に落ちていったACH、 そして石森はまだ捕らえられている。脇腹にキック、エルボーで応戦していきます。石森泰治足を払ってストンピング、そしてバックから膝、強烈、笑みを浮かべました。アンクルホールド、徹底的に石森を捉えていきます。 ACH にはなかなか試合の権利が移りません。石森と ACH は華麗なその空中殺法が持ち味ですが、あっと今なんとか蹴りでそのピンチを打開した石森泰治。果たして持ち味の石森と ACH 空中殺法を見られるのか。450スプラッシュを同時に見せたというこの連戦でもありました。石森はタッチできません。 ACH は鉄柵の外、剣王大原としてはこの試合なるべく体力を温存して優勝決定戦桃の青春に挑んでいきたいというところ。ホイップしていこう、これをかわした、足払いトランスキック、石森一回転、鮮やか蹴りの共演です。 ACH がマットを叩いて
西森を鼓舞します。175センチ93キロ、全身の筋肉が躍動しているアメリカ出身の ACH。 さあ ACH、 大原とあっとリズミカルな攻撃、そしてニュートラルコーナーから対角線に振ってあっと1回転してのラリアット、スピードが乗ってきた、もう一度素晴らしい身体能力だ、拳を突き上げました。後楽園ホールからはこの ACH に大きな歓声が送られています。足を捉えて落としていく、カウント2つ、シャンスープレックスで3カウント。飛び技だけではありません、こういったパワーも持ち合わせています ACH、 宇宙一のタッグチームなんだ、そう石森とのタッグを自ら語りました。28歳です。ここはかわした大原、剣王が、さらには大原エルボー、石森が場外に落ちて、さあこの ACH を捉えていこうというところ、合体技だ、これは危険だ、あっと剣王の95キロ、ストマックその1点に落としていきました。石森のカットがなんとか間に合った。この試合に勝てば優勝決定戦進出です。いくぞ、おっと早くも決めていこうという大原、ムイビエンに行く、 ACH の柔らかい体でもさすがに厳しいか、石森のカットが間に合うでしょうか、リングの中央距離がある、なんとか石森のカットが入りました。しかし依然として ACH のピンチは変わりません。剣王は場外で石森を捉える、さあ大原が距離を取った、二段蹴りからバックを取っていくか、取り返した大原、バックの取り合いだ、トップロープを越えて、あっと強烈一発顔面、膝を落としました。さあ ACH は何を見せるのか、後ろを気にしたぞ、後ろを気にしたか、大丈夫か、場外へブレンバスターを放っていこうというところ、石森が加勢して下から蹴り、そしてロープを使って首をねじ切っていこうというところ、剣王のカットがなんとか間に合った、合体技も生まれています、この ACH と石森、あ、誤爆、剣王の蹴り、二段蹴りをかわして、さあ石森と ACH の時間になるか、まずは ACH、 ここは剣をかわした、ダブルで膝と蹴りでサンドイッチ状態、剣を場外に落としたぞ、何をするんだ、場外の石森、さあ大原と ACH 飛んでいった、トリッキー、今まで見たことのないような動きがこのノアマットで繰り広げられている、石森が来た、石森が来た、ここでフォーギティ立て続けに行くぞ、ミッドナイトスター、フォーギティの競泳石森泰治、 ACH 組でした。2年前のリーグ覇者剣王原を破って優勝決定戦進出、 ACH の大コール、剣王原まさかの敗退、8.8 で石森泰治、 ACH が勝利を収めまして、この第10回を迎えた日テレ G タッツ愛争奪ジュニアタックリーグ戦優勝決定戦は、桃の青春原田小峠組対石森泰治 ACH 組となりました。
悔しそうな表情、帝王が引き上げていく。そして大原はダメージで肩を借りて帰っていきます。メキシコで出会ったこの2人、このリーグ戦を通して一戦一戦成長してきました。2人ともワンピースが好きだというこの両者、ノアの大航海の先に行きたい、そう語っていた ACH が8分24秒ミッドナイトスターで見事優勝決定戦の切符をつかみました。見事なコンビネーションで優勝決定戦の切符をつかみましたね。 OKOKOK OKOK、 とりあえずもう1回あと1回勝って、ACH と、絶対優勝する。優勝決定戦、行くぞ。Two!